最近運動不足でさ、なんとかしたいんだけど、どうしたらいいと思う？ジムとかどうだ？人の目があれば頑張りそうじゃん。それいいな。でも、この辺りにいい感じのジムないんだよな。ジムね。ふふ、僕もちょうど退屈していたし、そのアイディア、いただくよ。こんばん。パワー！ミステリー案内人です。私たちは今日、闇の世界に新しくできた超スパルタジムの体験に来ているんですが。きつすぎる。このままじゃ全身複雑骨折だわ。美ボディを手に入れるために頑張りましょう。さて今回はカカオがジムにまつわる何かを巻き起こすようです。それではどうぞ。というわけでジム開設しちゃったよ。何がというわけなんだにゃ。通りすがりの人たちの会話を聞いてね、面白そうだったから。でもお兄ちゃん運動好きじゃないじゃん。むしろチョコばかり食べていてぽよぽよお腹だし。最近依頼が減っていて暇だったんだよね。それに姉さんたちがカフェをやっているのも面白そうだったし、体を動かすがてら経営も学べて一石二鳥というわけさ。その行動力だけは尊敬するにゃ。設備はもちろん、会員に対するサービス内容も充実させたよ。基本は自由に運動してもらうシステムだけど、希望があれば僕自ら指導してあげることにするんだ。ガーナもぜひ遊びに来ておくれよ。ま、面白そうだし、今の仕事が片付いたらお邪魔するね。新しいジムができたという噂はすぐ広まり、あっという間に見学客が集まりました。すみません、ここプロ級のトレーナーが指導してくれるって聞いたんですけど。ああ、その通りさ。やった、噂は本当だったんだな。で、そのトレーナーたちはどこに？スタッフは僕一人、予約制にはなっちゃうけど、どんなことだって僕が教えてあげる。どんなことでも？例えば走るフォームとか水泳とか筋肉のつけ方とかも？ちょっと怪しくないですか？じゃあ一日間体験レッスンをつけてあげるよ。よっしゃ！抜け駆けずるいぞ！俺もお願いします。ふふふ、大歓迎さ。その後、カカオが修行で身につけた数々の技術を教え込むことで、カカオが始めた気まぐれのジムは順調に会員数を増やしていきました。気がつけば数週間でジムは定員数が埋まるほどの大盛況。トレーニングマシンは最新式のもの、運動後楽しめる温泉も充実。一番の目玉であるプロの指導は最高。えへ、意外とやってみるもんだね。このまま順調な経営が続くと思われました。しかし。ここか、舐めた誘い文句で会員集めまくってるっていうジムは。設備は確かに良さそうだが、所詮見てくれだけだろう。筋肉のあるやつが見当たらねえぞ。俺は強いやつがいるって思ってたのに。なんか期待外れって感じ。突然態度の悪い4人組がやってきたのです。なんだい君たちは。見学客ではなさそうだね。お前がここの経営者か。うん、そうだよ。なんだよ、日焼けもしてねえ真っ白な坊ちゃんじゃねえか。ひょろひょろで弱そうだぞ。体幹はしっかりしていそうだけどね。好き勝手見定めてくれているけれど、何の用だい？指導の予約がいっぱいで僕忙しいんだよね。まあまあ、ちょっと俺たちに付き合ってくれよ。お前、あらゆる分野でプロ級だとか言って調子乗ってるらしいじゃん。そんなやつ、俺らとしても放っておけねえんだよね。なんで？なんでって、俺らこそがプロ級だからだよ。お前とは違う、ガチの実力がある。見た目で判断してると痛い目見るぜ。見た目で判断しているのはそっちも同じことだと思うけれど。つまりは僕と勝負したいってこと？話が早くていいね。お前には俺たちの得意な分野で勝負してもらう。道場破りだ！その表現はスポーツジムにはふさわしくないと思うけど。ま、結局そういうことよね。いくらカカオさんがすごいからって、一つの競技専門に鍛えてる奴らには勝てないんじゃ。そうだよ。
そもそもそんな勝負受ける必要がない。利点がないんだから。確かにそんな勝負したところでカカオが得することはありません。会員たちが危惧しているように、もしも敗北してしまったらジムの評判が下がることにもつながってしまいます。しかし、よし、ぜひ勝負しよう。そろそろトレーナーも飽きてきた頃だ。やっぱりカカオは殺し屋でサイコパス。むしろこの状況が楽しくて仕方がないようですね。まずはこの俺、ラン様と勝負してもらう。一応リーダーやってるから最初にいいところ見せとかなきゃな。リーダーって、ええ、何笑ってんだよ。リーダーとわざわざ名乗るくらいだから、いつも一緒にいるってことだよね。君たち4人でグループ活動でもしているのかい？ YouTuber？ こいつ。ラン、相手のペースに乗せられちゃダメよ。確かにそうだな。何においても自分のペースを保つのは大切だ。へえ。リーダーだというランは仲間の一言ですっと落ち着きを取り戻しました。カカオは知っています。何かを極めた人というのは集中力が高いのです。つまり、ランもハッタリではなく、本当に優秀な力を持っているのでしょう。ますます楽しみになってきたよ。君との勝負内容は一体何？それは、100メーター走だ。俺のベストタイムは 9.70 だ。すごいだろ？現時点での世界記録が 9.58 だから、確かにとんでもない速さだね。っていうか、世界大会常連レベルじゃないか。僕、君のこと知らないんだけど、公式大会出ていないのかい？それは、その、ある大会でムカつきのあまりスタッフぶん殴ったら、一生出禁にされたというか。バカだね。それで人生の栄光を棒に振るとは。うるせえ！いいから始めるぞ！ジムの外に出ろ！必要ない。陸上競技場あるから案内するよ。マジ？めちゃくちゃいいジムじゃん。おいラン。そうだった。いけねえ。陸上競技場に移動したカカオたち。いよいよ最初の勝負が始まります。俺は優しいからな。試しに100メーター走って練習してもいいぞ。そう、じゃあお言葉に甘えて。は？あ、しまった。なんとカカオは5秒もしないうちにゴールにたどり着いてしまったのです。普段から素早く動く訓練をしているからか、人間離れした速さを見せつけてしまいました。今はジムのトレーナーという立場なため、殺し屋っぽさを出すのはよくありません。そもそもとんでもない人間がいると世界中から大騒ぎしてしまいます。どうやってごまかそうかな。なんだ今の。わかった、マジックだな。瞬間移動マジック。ランは思っていた以上に可愛らしい発想の持ち主のようです。そうそう、マジックだよ。驚かせようと思ってね。それじゃ本番を始めるとしようか。位置について、よーい、ドン。いいスタートだった。このままカカオを置いてゴールに。いつの間にかカカオがランの前を走っていました。そして巻き返すこともできないままゴール。ランのタイムは 9.72、 カカオは 9.69 よ。負けた。しかも俺のベストタイムよりも早い。まずは一勝だね。カカオはギリギリ人間にも可能な速さ、しかも相手の実力より上だということを見せつけて勝利しました。かなり手加減したようですが、結果には満足なようです。次の相手は俺、スイムだ。勝負内容は、競泳100メートル自由形。いいよ。じゃあ屋内プールに案内するね。プールもあるの？ほら、スイム！危ねえ。この人たち、バカだけど憎めないね。ここがプールだよ。直線50メートルだから、1回ターンが必要だね。すげえ、綺麗！
俺、波の抵抗を感じてもっと鍛えたいし、金ないしで海ばっかり行ってたから、プールで泳げるの嬉しい。もはやキャッキャと純粋に喜んでいるスイム。仲間からも呆れられています。こんなんだけどね、スイムは本当に速いのよ。ベストタイムは 47.90。現時点での世界記録が 46.86 だから、実力は確か。俺と一緒で、大会スタッフと喧嘩したせいでスイムも大会できんくらってるけどな。お腹すいた。あんた、集中しなさいよ。君たちを見てるだけでもだいぶ楽しいんだけど、早速勝負と行こうか。自由形ってことはクロールだよね。自信があるんなら平泳ぎでもバタフライでも背泳ぎでも構わないぜ。まあどう考えたってクロールが最速だから、それ以外を選ぶなんて気が知れないが。なるほど、聞いてよかったよ。クロール以外で君より早かったらまずいもんね。なに?ずいぶん舐めてくれてんな。さっさと着替えて勝負と行くぜ。って、ああ、お前、いつ着替えたんだよ。いつの間にか水着姿になっているカカオ。早着替えも彼にとってはお手の物です。慌てて着替えに行ったスイムは5分後に戻ってきました。ずいぶん遅かったんじゃない?泳ぎの方は大丈夫?大丈夫に決まってんだろ!行くぞ!テイクヨアマークス!一斉にスタートした二人。スイムはかなり綺麗なフォームで泳いでいます。ぐんぐん前に進み、カカオよりリード。そしてそのままターン。もらった!このまま引き離すぞ!しかし、あれ?目が飛び出しそうなほど驚いたスイム。それもそのはず、さっきまで後ろにいたはずのカカオの姿が前方に見えたのですから。まさか、あいつターンで?そう、カカオは想像もできないほどの脚力で壁を蹴り、一気にキュンと距離を稼いだのです。そんな、スイム!やばい、あいつ溺れてるぞ。おで、泳げねえから助けに行けねえよ。あまりのことに足がつってしまったスイム。このままではまずいというところで、カカオが方向転換してやってきました。大丈夫?なんとか間一髪助かったスイム。しかし二人ともゴールできずに終わってしまいました。これじゃあ勝負にならないよね。君が落ち着いたらもう一度泳ぐ?こいつを助けてくれたことには礼を言う。だが勝負は勝負だ。お前の提案通りもう一度。いや、もういい。スイム、どうして?俺が溺れる直前、こいつは俺よりも前にいた。あのまま追いつくイメージは、残念ながら湧かなかったんだよ。俺は決して遅くなかった。ベストタイムも出たかもしれない。わかるか?カカオはそれよりも早かったんだ。俺の負けだよ。冷静な判断だね。しかし、なんで俺を助けた?無視してもよかっただろう。そんなわけにはいかないよ。僕はこのジムの責任者だからね。けさて、次の相手は?おでだ!おでが行く!見るからに筋肉自慢だね。名前はなんて言うの?おではマッスルだ!筋肉キャラとして完璧すぎない?ってことは勝負内容も筋肉?そうだ!本当はどれだけ美しい筋肉がついているか、ビジュアルで勝負したかったんだが、お前、ひょろっこくて筋肉ないもんな。確かに僕を見てムキムキだという人はいないだろうね。運動に必要な筋肉はあるかもしれないけれど、見た目重視だと厳しそうだ。そんな一方的な勝負は面白くねえからな。ここは、重量上げで勝負だ!重量上げも割と一方的な勝負になりそうじゃないか。それはそうね。マッスルにしては譲歩した方なんだろう。あ、ところでマッスルに何か食べさせてやったか?いや、俺は何も。私もあげてないわ。
やべ、マジか。彼らのそんな会話を知らず、カカオとマッスルはバーベルの置いてあるゾーンへ移動しました。おお、なかなかの重さを揃えているな。まあね。重量上げっていうのはスナッチとクリーン&ジャックっていう持ち上げ方がある。今回は床に置いてあるバーベルを一息で頭の上に持っていくスナッチを採用しよう。あー、でも本来重量上げは選手の体重によって階級が分けられているんだ。俺とお前とじゃ全然体重も違うだろうから、どんなルールにするのがいいかな。面倒だし、より重いバーベルを上げた方が勝ちってことでいいよ。世界記録は56キロ級の人で139キロのバーベル。そこから階級が上がるにつれて記録も伸びているけれど、105キロ超級の人だと223キロも上げているのか。これはすごいね。俺はベストで200キログラムだ。今からでもきちんとしたルールを決めておいた方がいいんじゃないか。多分大丈夫でしょう。ところで君はなんで公式大会に出ていないの？お腹空いて会場で暴れちまって出禁になった。でも俺覚えてねえから未だに納得いってないんだ。一番やばい理由じゃないか。今はちゃんと満腹なわけ？そう言われたら。俺お腹空いてたんだった。おマッスルは人が変わったように暴れだし、重量上げどころではなくなってしまったのです。しまった、間に合わなかったか。ほーらマッスル、肉だぞ。肉をたくさん持ってきたぞ。に、肉。そうよ、こっちにおいで。マッスルは肉の香りに導かれ、ガツガツと貪り始めました。こうなったらしばらく食事以外の何もできなくなる。残念ながらマッスルの不先輩だな。大食い対決とかにしとけば圧勝だったんじゃねえか。さすがにそれじゃあスポーツジム関係なさすぎよ。なんだ、がっかりだな。それじゃあこれは片付けなきゃね。カカオは床に散らばったバーベルをひょいっと持ち上げ、片付け始めました。嘘だろ、カカオが今持ち上げたの200キログラムって書いてあるぞ。あんな涼しい顔で。何よ、どっちみちマッスルが負けていたんじゃないの。ごめん、何もせず負けちまった。あんたたち揃いも揃って情けないわね。カカオ、最後の相手は私よ。今までランは陸上、スイムは水泳、マッスルは重量上げと名前で得意種目が丸分かりだったよね。さて君はなんて名前？カカオはワクワクした様子で尋ねました。私の名前はヨガ。お察しの通り勝負内容はヨガよ。ヨガときたか。まあでもスポーツジムの勝負としてはありなのかな。カカオはそう言ったものの、ヨガ勝負なんて聞いたことがありません。わかりやすく記録が出るものでもないですし、一体どのような勝負になるのでしょうか。ヨガにはたくさんのポーズがあるわ。私は超上級のポーズを極めたつもり。カカオ、あなたが私の動きをすべて正確に真似ることができたらあなたの勝ちよ。ただしちょっとでもふらついたらアウト。いいわね。なるほどね。今までの3人は公式大会で禁だったけど、君も何かあるの？あ、私は仕事仲間だったヨガ講師と口喧嘩してビンタかましたから、この一帯のヨガ教室できんよ。君たち本当の禁集団なんだね。黙らっしゃい。それじゃあ行くわよ。最初は簡単なものから。まずは猫のポーズ。こうかな。ふん、さすがね。次はラクダのポーズ。余裕だね。その後も次々ポーズを真似していくカカオ。最終的にはとんでもない体勢になっていました。片足を伸ばした鶴のポーズ1も、聖者ビシュバミートラのポーズもやってのけるなんて、もうダメ。これ以上複雑なポーズを私は知らないわ。私の負けよー。
かくしてカカオはドキュン4人組全員に勝利したのです。これでわかった？僕だって何の根拠もなくプロ級と歌って宣伝していたわけじゃないんだ。このスポーツジムは最高の環境なのさ。悔しいが負けちまったからには認めるしかないよな。あれ、案外物分かりいいんだね。最初の威勢はどこに行っちゃったの？スポーツでは勝てなかったけど、次は殴り合いの喧嘩でもしてみる？ドキュンたちにとってむしろそっちの方が不利です。しかしカカオはわざと煽るようにそう言いました。やめておく。これだけお前の超人っぷりを見せられたんだ。どうせ腕っぷしも強いんだろうな。マッスルでさえワンパンでやられちまいそうだ。おで、筋肉痛は好きだけど殴られて痛いのは嫌だぞ。当然私も喧嘩なんて無理。できてもビンタくらいだわ。すっかりおとなしくなった4人組は反省したように小さくなっています。あのさ。何？俺、久々にガチですごいやつと勝負できて心から楽しかったんだよ。生きてるって感じがした。今までチャラついてたのは本気で走れないことへのストレスが溜まっていたからかもしれない。それで？俺を弟子にしてくれないか？どうやったらあんたみたいに何でもできるようになるか教えてくれ。ラの突然の申し出に一瞬空気が静まり返りました。しかしすぐに彼の仲間たちも同調し始めたのです。俺も弟子にしてほしい。負けたのに清々しい気分になったのは初めてだった。お前のどこにそんな力があるか近くで見極めたいぞ。あなたの体感とそのセンス、私も身につけたい。絶対嫌だ。今日の勝負はなかなか楽しめたよ。正直ジム生活もマンネリ化して飽きてきちゃったし、僕はこのジムのトレーナーを引退するつもりなんだ。はあ？こんなにいいジムなのに？設備も最高なのに？会員もたくさんいるのに？会員のやる気も高そうなのに？うん、だからね、このジムの経営は君たちに任せた。君たちはそれぞれの分野でプロフェッショナルだ。任せるのに何の不安もないよ。いや、でも突拍子なさすぎるぜ。突然乗り込んできた君たちがそれを言うのかい？大丈夫、オーナーは僕で経営はやってあげるし、何か困った時はここに連絡するといいよ。それじゃ、あとは任せたからね。そう言ってカカオは一瞬のうちに去っていってしまったのです。どうすんだ。どうするも何も、本当にいなくなっちゃったんだから私たちが何とかするしかないわよ。こんないいジム潰せないわ。おでもそう思う。なあラン、俺たちで頑張ってみよう。そうだな。こうしてまさかのメンバーでジムを継続していくことになったのです。やるぞ。ああ、また面白いことないかな。今日は、なかなかいい一日だったよ。もうダメ、一歩も動けないわ。美ボディへの道のりは、厳しいですね。ちなみに、あの後4人とジムがどうなったかは、この後のおまけで確認してくださいね。それではまた、バイバイ、チーン、アグ。なんとかジムの運営にも慣れてきたな。好きなだけ運動できるし、最高な環境だよ。腕の筋肉もますますかっこよくなってきたぞ。私も久々にヨガを教えることができて楽しい。カカオ、今思えば神様みたいな人だったわね。あの後結局経営権も私たちに譲ってくれちゃったし、今頃どこで何をしてるのかしら。今日もチョコレートが美味しいな。お兄ちゃん、ほんと殺しとチョコレート以外すぐ飽きちゃうんだから。